みなさんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて9月16日にクラギ文化ホールで石見神楽の上演会が行われます。石見神楽は島根県西部の石見地方にルーツを持つ伝統芸能の一つです。石見神楽松阪上演会は2016年に島根県浜田市と松阪市が観光文化交流協定を締結したことがきっかけで毎年開かれるようになりました。この日の上演会では石見神楽を代表する神輪、天神、恵比寿、オロチの4つの演目が披露されます。石見神楽松阪上演会は14時開演、1席500円のチケット制で上演日の9月16日まで購入できます。とても貴重な伝統芸能です。ぜひご覧くださいね。それでは今回のラインナップです。スポーツに親しむきっかけにしてもらおうと三重のスポーツフォーラム2023が開かれました。松阪ションガイ音頭と踊りが市指定無形民俗文化財に指定されてから20周年を迎えました。今月発行の広報松阪9月号の見どころをご紹介します。うちの一品第8弾は中華そばです。今回は殿町にある鈴天さんをご紹介します。